はいどうも、北山カンフージェネレーションです。このチャンネルは古今東西の様々なバンド、アーティスト、ミュージシャンについてあくまでざっくりご紹介している音楽解説 YouTube チャンネルでございます。今よりもっと音楽を楽しめるように様々な情報を発信しております。というわけで本日の動画はヤングブラッド来日決定徹底予習でございます。よろしくお願いします。皆様このヤングブラッドさんご存知でしょうか。まあ洋楽好きな方でしたらね、まあ、名前聞いたことあるとか、まあ、好きですという方結構多いと思うんですけど、まあ、普段邦ロックとか J-POP とかしかちょっと聞かないんですよねって人にとってはヤングブラッドさんってね誰ですかって感じかと思うんですけども、まあこのヤングブラッドさん今ね若きロックスターなんて言われておりまして、まあ、次世代を担うミュージシャンなんて言われているんですよね。でなんでそんなヤングブラッドさんを今回取り上げるのかというと11月に来日が決定しているんですよね。まあ、単独ライブも行いますしフェスにも出るということで、まあ、そのライブに行ったりとかねフェスに行くという方はですねこのヤングブラッドさん、見る機会があるかと思います。まあ、なので今回はそんな間もなく来日するヤングブラッドさんがどんな人なのかとかどういうところが魅力的なんだみたいな話をしていきたいと思います。そのライブだったりフェスに行く人はもちろんなんですけどこれからの音楽シーン、まあ、世界的な音楽シーンを担っていくそんな一人のミュージシャンなのでねぜひぜひ今のうちにチェックしていただきたいなという気持ちを込めて動画作らせていただきますのでぜひ最後までお付き合いください。それでは早速やってまいりましょう。はい、というわけでまずはざっくり概要を喋っていきたいと思います。このヤングブラッドさんはですね1997年の8月5日生まれ現在26歳の方でございます。イギリスのですねドンカスターというところ出身でですね、まあこのヤングブラッドさん、まあ、芸名なんですけども本名がドミニク・リチャード・ハリソンさんなんですよね。で、まあ、なんでねヤングブラッドなんだという話なんですけどもちゃんと由来がございましてマネージャーさんがこのドミニクさんにですねヤングブラッド君はヤングブラッドだよなんて言ったらしいんですよね。でこのヤングブラッドっていう英語がですねちょっとスラング的な感じでですね勢いのある若手とか勢いのある新人をねそういう風に例えるらしいんですよね。若い血っていう風に例えるらしいんですけどもそういう風に言われたのが気に入ってですねじゃあヤングブラッドって名乗ろうということで若干スペルはね変わってるんですけどヤングブラッドっていう芸名にしたという由来なんですよね。でこのヤングブラッドさん2017年にデビューしましてで2018年にはですねファーストアルバムの 21 Century Liability というアルバムを出すわけなんですよね。でこれまあ日本語に訳すと21世紀の責任っていうねちょっと重々しいタイトルのファーストアルバムなんですけどこれまたねもうかなり話題を集めたんですよね。で2019年にはですね全米ロックチャートでなんと4曲がトップ10入りするというぐらいいきなりヒット飛ばしておりまして、で2020年にはですね BBC サウンドオブ2020っていうので第3位に入っているんですよね。でこれがどういうものかっていうと、まあ、2020年に活躍が期待される新人アーティスト10組、まあ、選んでるんですけどその中に、ね、選出されてるというぐらい、まあ、2020年からかなり注目を集めていった人なんですよね。まあ、音楽性でいうとですねビートルズとかアークティックモンキーズとか、まあ、エミネムとか、まあ、いわゆる UK ロックとかヒップホップの影響をめちゃくちゃ受けてまして、まあ、ギターロックのかっこいいところとヒップホップのかっこいいところを抽出してミックスさせたようなめちゃくちゃかっこいい音楽をやってる人なんですよね。でどれぐらいこのヤングブラッドさんが期待されてんのかっていうとですねネクストアークティックモンキーズって言われるぐらい期待されてるわけなんですよね。で、まあ、アークティックモンキーズそもそも知らないという方に軽く説明しますと、まあ、アークティックモンキーズっていうのは2006年ぐらい出てきたバンドなんですけど、まあ、それまでの時代をまあガラッと変えたというかかなりそのギターロックロックの歴史においてもうターニングポイントになったようなバンドなんですよね。まあ、なのでそれぐらい大物新人だぜって言われてるぐらい、まあ、このヤングブラッドさんめちゃくちゃ期待されてるわけなんですよね。まあ、なので今日はそんな2020年代のまあ若きロックンローラーのヤングブラッドさんがどんな人なのかとかそのあたりを話していきたいと思います。
はい、では続いて略歴を見ていきたいんですけども、まあ、このヤングブラッドさんはですね、1997年にイングランドの中北部にあるドンカスターっていうところで生まれたんですよね。でこのドンカスターっていうのがですね、まあ、サウスヨークシア州の都市のことで、まあ、競馬が盛んな町として知られてますね。でそんな町で育ったヤングブラッドさんなんですけど、なんと2歳からギターを弾き始めたんですよね。めちゃくちゃ早いっすよね。でなんでそんなね早くから楽器に触れる機会があったのかっていうとですね、こう家庭がかなり音楽一家だったんですよね。まあ、おじいちゃん祖父がね元ミュージシャンだったりだとか、まあ、お父さんがギターショップを経営してるっていうところで、まあ、ギターがね身近にあったんで2歳からねギターに触り始めたわけなんですよね。まあ、なのでかなり音楽に囲まれて育ったわけなんですよ。でそんな音楽に囲まれる環境の中でずっと楽器を触ってまして、まあ、10歳とか11歳ぐらいから曲を書き始めたんですよね。でそんな中16歳になった時にロンドンに一人出てくわけなんですよね。まあ、日本でいうと上京するみたいな、田舎町から都市ロンドンに、まあ、出ていったわけなんですよね。でそこでアーツエデュケーショナルスクールっていうところに、まあ、通ってたわけなんですよね。これどういう学校だったかっていうと、まあ、音楽の学校というよりも舞台芸術の学校だったんですよね。まあ、なのでそこでパフォーマンスとかそういうアート的な部分っていうのを学んでいまして、まあ、同時に音楽の活動もしてたんですけども、でそんな中2017年にですねキングチャールズっていう曲を作って、まあ、インディーズでデビューしたんですよね。でこの曲が結構話題を集めまして、まあ、どういう曲だったのかというと、まあ、17世紀のね、まあ、イギリスのボー君と言われているチャールズ1世の時代と現代を重ね合わせたようなね、そういうちょっと社会への皮肉みたいなのを書いた曲なんですけど、これが結構話題を呼んで、まあ、この曲がきっかけで、まあ、メジャーデビューすることになるわけなんですよね。まあ、2018年ですね EP のヤングブラッドを出しまして、まあ、この EP の中にですね、まあ、代表曲の I love you will you marry me っていう曲も入ってまして、まあ、この EP は結構もう実体験に基づく恋愛の曲が結構入ってるっていうところで、そういうちょっとねもうヤングブラッドさんの恋愛ソングが結構詰まってるんですけども、そんな EP を出して、その年にねファーストアルバムの 21st Century Liability っていうのを出すんですよね。このアルバム、まあ、さっきも言いましたけど和訳すると21世紀の責任っていう、ちょっとこうかなりねちょっと重々しい感じのタイトルの、アルバムなんですけども、この時19歳という若さでですね、まあ、ギターロックとヒップホップのかっこいいとこをね重ね合わせてミックスしたような音楽性で世に出ていったわけなんですよね。で翌年の2019年にはですね、早くもワールドツアーをやったんですけども、全52公演やって、なんと全部ソールドアウトしたんですよね。19歳とか20歳ぐらいの若さでねワールドツアーやって売り切れちゃうっていう、その当時からめちゃくちゃ人気が爆発してまして、でその勢いのままいろんな人とコラボするようになるんですよね。まあ、例えばマシンガンケリーさんとかトラビス・スコットさんとコラボした、まあ、I think I'm OK っていう曲を作ったりだとかですね、マシュメロさんとかブラックベアさんとコラボした、まあ、トングタイっていう曲を出したりだとか、まあ、ラッパーとか、まあ、DJ とかシンガーソングライターとコラボした曲をこの時期に結構出してたんですけども、でその翌年2020年にはですねセカンドアルバムの Weird を出すんですけど、まあ、このアルバムがですね結構その進化変化を遂げておりまして、ジャンルで言うとかなりいろんなジャンルの曲が入っているんですよね。まあ元々いろんなジャンルを飲み込んでるような音楽性なんですけど、よりそこが研ぎ澄まされたようなアルバムになっているんですよね。でまあちなみにねこのアルバムの CD ジャケットなんですけど、まあ、映画 This is England のポスターのパロディもしてまして、ちょっとそういう音楽だけじゃなくて映画の素養もあるというか、そういう映画にもちょっと詳しいんですよね。でこの年に BBC のサウンドオブ2020に選出されまして、まあ一気にねさらに話題を集めた、注目を集めたわけなんですけど、この BBC のサウンドオブ2020、他にどういう人がね選ばれてたのかっていうと、バンドのインヘイラーだったりだとかセレステさんとかがね選ばれておりまして、毎年この BBC がねこう誰にどのバンドとかどのアーティストに注目するのかっていうところも結構毎年音楽通というか洋楽好きの間ではね注目を集めているわけなんですけど、そんな BBC からも一目置かれているヤングブラッドさんがですね2020
2023年今年の11月に来日するわけなんですよね。まあコロナ禍を挟んだので、まあ、待望の来日と言っていいんじゃないかなと思うんですけども、まあ豊洲ピットで単独ライブも行いますし、フェスのね、まあ、ネックスフェスにも出演するわけなんですよね。まあこのフェスはですね、ブリングミズホライズンが主催するフェスなんですけども、他にもベビーメタルとかマキシマムザホルモンとか、まあ、夜遊びとか、そういう日本でもかなり人気の高いアーティストも出演するので、まあ行く人結構多いかなと思います。まあ、特に夜遊びとかっていうのは今めちゃくちゃ人気高いので、夜遊びファンの方も見に行く方多いのかなと思うんですけども、ヤングブラッドさんもねぜひ見ていただきたいなと思っております。はい、ではそんなヤングブラッドさんの魅力ってどういうとこなんだっていうのを話していきたいと思います。今回は3つ挙げさせていただきます。まず1つ目がジャンルをミックスさせた音楽性、そして2つ目がジェンダーフルリドなビジュアル、そして3つ目が社会問題に主張するメッセージ性、この3つをね喋っていきたいと思います。まず1つ目がジャンルをミックスさせた音楽性ということなんですけども、このヤングブラッドさんはですね、新旧のいろんなジャンルを、まあ飲み込んだような音楽性なんですよね。まあ影響を受けたアーティストで言うとビートルズとかデビッド・ボーイとかセックス・ピストルズとかアークティック・モンキーズとか、まあ、エミネムとか、まあ、他にもいろんなアーティスト、もう新しいアーティストから古いアーティストまでね、もういろんな時代のアーティストから影響を受けてるんですけども、まあ、ジャンルも時代もバラバラなねアーティストから、まあ、影響を受けてるんですけど、まあ、これらのアーティストで、まあ、一貫している、まあ、共通点で言うと、まあ、結構型破りで、まあ、ジャンルの壁を意に介さないようなアーティストが多いんですよね。まあ、なのでヤングブラッドさんも結構そういう、まあ、型破りだったり、まあ、ジャンルの壁っていうのを壊すようなね音楽性のアーティストなんですよね。で、まあジャンルで言うとね、まあ、パンクとか、まあ、スカとか、まあ、ブリッドポップとか、まあ、エモとかミクスチャーとか、まあ、ヒップホップとか、まあ、トラップとか、まあ、いろんなジャンルの音楽性をミックスさせてるわけなんですよね。で、このミックスさせてるっていうだけでも結構すごいんですけど、それが最終的にポップでキャッチーになってるってところもめちゃくちゃすごくて、まあ、YouTube に結構曲のねミュージックビデオとか上がってるんで、ぜひねそれを見ていただきたいんですけど、どの曲もすごく耳に残るというか、めちゃくちゃポップでキャッチーなんで、ぜひねどの曲でもいいんでね聴いていただきたいななんて思います。で、2つ目がジェンダーフルイドなビジュアルってことなんですけど、このジェンダーフルイドね、まあ、聞き慣れない言葉かなと思うんですけども、どういう意味かっていうと、まあ、流動的な、まあ、ジェンダーのことなんですよね。まあ、男とか女っていうね、自分で固定するのではなくて、結構気分とかによって、まあ、流動的に、まあ、ジェンダーを、まあ、変えてるみたいなことなんですけども、ヤングブラッドさん結構そういうね、ビジュアルをしているわけなんですよね。まあ、例えば目の周りにアイライナー、引いたりだとか、まあ、爪を黒く塗ってるマニキュアを塗ったりだとか、まあ、スカートとかワンピースを着て、まあ、ステージに立ってライブしたりとか、結構そのあたりがまあ流動的な、まあ、ジェンダーフルイドな感じがするんですけども、まあ多分ね、まあ、マリリン・マンソンさんとかマイ・ケミカル・ロマンスとか、まあ、その辺からの影響を濃く受けてんじゃないかななんて、言われてますね。で、まあ、同じくねジェンダーフルイドなアーティストでいうと、他にはね、ハリー・スタイルズさんとか、ジェイデン・スミスさんなんかも、まあ、このジェンダーフルイドなビジュアルの、まあ、男性アーティストとして知られてますね。まあ、さっきの音楽性のところでもちょっと言ったんですけど、ビジュアル面においても、型にはまらないような表現をしている、まあ、型破りな、まあ、見た目をしているようなアーティストなんですよね。で、最後3つ目がですね、社会問題に主張するメッセージ性ということなんですけども、このヤングブラッドさんの曲ね、まあ、恋愛の曲もあるんですけど、社会問題に対して一言物申すみたいな、そういうちょっと主張しているようなね曲も結構あるんですよね。まあ、例えばキングチャールズっていうね、まあ、インディーズでリリースした曲なんかは特にそうで、まあ、ボー君として知られる、まあ、イギリスのチャールズ1世という方が昔いたんですけど、その人の時代と、まあ、現代を重ねているような、まあ、歌詞の曲なんですよね。まあ、そうすることで今の若者たちに対して嘆いているというような内容なんですけど、そういうヒエラルキーをね一緒にひっくり返そうぜみたいな、まあ、そういう前向きになるような内容の曲でもあるんですよね。
で、まあ、他にもですね、マシンガンっていうですね銃規制についての曲があったりだとか、ポリグラフアイズっていうですね女性に対する暴力を、まあ、歌ったような曲とかですね、そういう社会問題とかを取り扱う曲、歌ってるような曲が結構あるんですよね。なので高い問題意識がヤングブラッドさんの中にあって、そういう問題意識を持って曲を作って社会に抵抗してるわけなんですよ。なのでこのヤングブラッドさんはですね、音楽とビジュアルとメッセージ性、この3つの魅力ですね、全世界にファンをね今増やしまくってるわけなんですよ。そんなファンのことをですねザ・ブラックハーツクラブって言われてるんですけど、今回の11月の来日でですね、日本にもねこのザ・ブラックハーツクラブになる人々がたくさん増えるんじゃないかななんて思っております。はい、というわけでヤングブラッド来日決定徹底予習と題しまして喋ってまいりましたけれども、いかがでしたでしょうか。まあ、このヤングブラッドさんね、まあ、元々洋楽好きな人の間ではもう有名な方なのかななんて思いますけれども、まあ、これを機にね、普段あんまり洋楽聴かないとかね、まあ、邦ロックとか J-POP しかちょっと聴かないんですよねって人もですね、ぜひこの機会にねヤングブラッドさん聴いていただきたいなと思います。洋楽ってねこうハマる曲があったらドブッとハマるんですけど、なかなかそういう曲に出会うのが難しいとは思うんですけど、まあ、このヤングブラッドさんはですねギターロックのかっこいいところとヒップホップのかっこいいところをですねうまくミックスさせてる、そんなすごいかっこいい音楽を作ってる人なんで、まあ、洋楽の入り口としてはめちゃくちゃいいと思うんでね、ぜひこの機会に聴いていただきたいなと思っております。はい、というわけで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければグッドボタン、そしてチャンネル登録もマジでよろしくお願いいたします。というわけで以上、キテンアンカンフージェネレーションでした。ではまた。こないだね、まあ、久しぶりにココイチに行ったんですよね、まあ、カレー屋さんのね。で、まあ、カレーをね食べようと思って行ったんですけど、で普通にねこうパネルでピッピッピッってやってカレー頼むじゃないですか。まあ、チキンカツのカレーを頼んだんですけど、でしばらく待ってて、で普通に来たんですよねカツカレーが。でまあ食べようと思って食べてたんですよ。でまあ全然3分ぐらい食べたところで、まあなんか店員さんがカレー持って近づいてきて、なんかこう卵かなんかがね乗ってるカレーを持ってきて、お待たせしましたみたいに来るわけなんですよ。でカレー食べながらみたいな全然頼んだ覚えのないカレーが来まして、ええってなって、お互いちょっと戸惑っちゃって、店員さんもあれみたいな。こいつなんかカレー食ってっけどみたいな。で、僕もなんかこう耐えかねて、多分違うと思いますけどねみたいな。多分どころか絶対違うんですけど。で、店員さんもなんかこう髪見て、ああ、すいませんみたいな。で、全然違う方向行っちゃって。で、そういう時ってね、まず、カレー食ってない人から、どこだっけって思わねえみたいな思いっきり今ね食べてる最中の人にお待たせしましたら行かないやろって思ってまあ疲れてらっしゃったんかなとか思いながらねで引き続きカレーつ食べ続けたんですけど、いやそんなわけないやろってね後からじわじわこう面白くなってきたっていうか、いやね、自分が店員だったらね、まず、まあね、カレーを持ってない人っていうか、食べてない人で、これどこかなみたいなね、テーブルの番号とか見るだろうって思って。いや、まず俺除外しないみたいな、ね。そんなちょっと不思議な体験をね、しまして、まあそんなわけないよろみたいなね、体験ね。皆さんもね、したことあるかと思いますんで、もしそういうね、まあちょっとまあちっちゃい事件ですけど、そういうね、そんなわけないやろ体験だね。もしね、皆さんしていたら、コメント欄でね、書いていただけたら嬉しいなぁなんて思います。まあ今日はそんなね、ちょっと短い、まあ ちっちゃな受験ですけど、そんなわけないやろな出来事がね、あったっていうことで話させていただきました。まあぜひね、次の動画も見ていただきたいななんて思います。というわけで、以上、キテンアンカンフジェネレーションでした。ではまた。